ついに釣れた。クランクベイトで。このさ、しかもこれえぐくない？これ。これ何これこれ。気持ち悪いこれ。これでけえだろこれ。これ見てこのクラン、これ回収して持って帰ろう。これねゴミ捨てちゃあかんから。でかいなこれ。これね、これ名前わかるよねこのルアーね。これ何これ。有名なルアーじゃん。なんてやつこれ。名前忘れちゃった。これ。これでっかいやつと。開始4時間、うん、初めて釣れたのはルアーでした。ルアーだ、ね、これ持って帰ります。ゴミになるんで。これなんかどこのこの目はで、この目の形は何だろうな。 OSP いやディオだな。何だろうこれ。同じ目したもん。案の定ディオのレアリスバイブ。はい、持って帰ります。ゴミです。釣れちゃいましたルアーが。これドエンと聞くで Q さん。あとでっかいな、でっかいな。このバイブレーションこれ60釣れるやつや。50が。とりあえず今日な、一匹釣れんとお前、あかんで。ボツにするで。当たり前や。ボツ動画出してほしいの。なあ、釣れなボツだぞ。釣れよ。やろうぜ。何お前の、来た来たって騒いでよ。ブルギリじゃないか、お前、血祭りで。これなんだこれ見してみろ。このさ、血祭りでお前、来たーとか言って。でも釣れただけよかったじゃん。当たったらやっぱ、ね、でも釣れただけいいじゃん。ブルーおるな。ブルーがおる。でさっきからそこで50ぐらいのがボーって2回ボイルしとるから50おるのは間違いない。な、釣りましょう。これ餌にして釣った方がいい。キフさん飲ませ。そっちの方が釣れるんじゃね。ダメか。キフさんよ、もう昼なるんだけど、イルカはきついぞ。きついけどな。大丈夫。お前がレッグワームで奇跡のブルギル1匹釣っただけで何にも反応ないやん。今もうプランができてるから。ほんと大丈夫。ちょっと一匹出そうよ。帰るまでにまあリミット揃えますよ。えれえぞここ。ちゃんと揃えます。何にも釣れん。小バスすら釣れんもんな。まあやりますよ。やろうやる。ギグさん、もう昼1時やで。一回もバイトがないけど、あそこ見て。猫耳みたいになっとるよ。猫耳だ。あの岬の刺しにおんじゃねえか。おりますよ。あれ猫耳、あんまでかい声出すの迷惑だから。あれ猫耳ってあれなんかあれじゃない？何あれを例えてくれ。なんか乳首。あ、よかった。乳首。乳首は尖った。乳首。あの乳首は行くか。じゃああのそこで釣れるぞ。おっぱい。乳首は行くかも。釣れなさすぎるから。キューさん、もう1時半や。朝から5時間半ノンバイトやぞ。ノンバイトやお前。5時間半ありえるか。ただこういうのは釣れたらでかいんや。そうやで。で今シャットラップとシャットダンサー投げ倒しとるけど、まあ、種を撒いたからね。巻き倒しとるけど釣れんな。実るのはこれから。ほんまやな、うん。やりたい作戦を練ったやろ。そうやな。もうすぐや。キューさん、あの岩を例えると何だ。ビーチク岩や。ちょっと弱い。弱いか。キューさん、はい、このさ、イルカっちゅうのはさ、岬の張り出しが全部釣れない。あかんな。ここはえれえわ。さすがの俺らでもこんだけ釣れんフィールドはないで。ポイントらしいポイントないじゃん。で誤算ならもう俺10匹釣っとるって。うん、琵琶湖でも5匹ぐらい釣っとるもん。ポイントらしいポイントないもん。1匹持っちゃって反応がないんだから。1回もお前のブルギルだけじゃん。1回今日ハイプレッシャーやな。ゼロバイト。岬の張り出し打ってもどこも釣れんがよ。おい、岬の張り出し。岬の張り出しはな、この池におらんのや。無先の張り出し。無先、ムサキがおらんがな。ムサキが、ムサキの張り出しが谷間の方よ、谷間の方よ。ムサキ、あもう全然釣れへん。もうこれもう無理やわ。バス釣り無理や。これフリックシークやっても釣れへん。なんでや。わかった、あれを
どうすんのや。今あれはできんのよ。ここでは。ここではできんのよ、あれ。乗りますよ。釣れんぞ、ほんとに。ここ釣れんぞ、マジで。もう2時や。あと2時間しかない。4時やろ、ここ。ここ4時やろ。4時半。もう2時間や。いろんなもん投げ倒してさ、ハニーワームだ。ヒットシーンゼロ。フリックシェイク。いや、ブルーギル1匹。そんだけや。やりますよ。やりますよって、やりますねだよ。そこを、お前としては、はめますねだよ。言ってみて、はめますね。はめますね。分からんから、元がさっぱり分からん。もういいよ、釣れない、ここ。はい、Q さん、はい、もうやることやれること全部やりきったよね。もうやりきったな。脳進化ね、高橋キャロライナリーグ、うん、あともう全部やりきったけど何にも反応がなくて。いやもうね、結論言っていい、うん、何？バスがいない。本当やな。それが結論。中央ラインから全部攻めてきて、でシャローも全部って、もう今ここでずっとね、5台ぐらい6台と一緒にやってるけど、誰も釣れてない。3時間半知らん間に水抜きしてる。3時間バスが3匹ぐらいしか、ほら、俺釣れたのブルギル1匹。ブルギルが俺も当たったよ、ちょっちょんって。ブルギルしか、ブルギルが俺3回あっただけ。でもブルギルのバイトで魚がいないから、魚、うん、ワカサギもおらんと思った。そやな、みんなワカサギ釣りしとるけど、おらん。難しいよ、誰も釣れてない。はめたらないかんな、太いやつ、太いやつ、そうしかねえの。メロンちゃんそうやな、メロンちゃんにはめたるか、太い。最後もう10分しかないから、あそこ灯台あるやん、ここだけやってないんだ。あそこ灯台元暮らしっていうポイントなんよ。だあそこ打って釣れな、魚はいらんけ、おらんけ、やるしかねえで。そうじゃな、これ投げるわ。何？ルアー見せて。クランク。釣れないやつやな。お子さん側なら釣れる。これも歌舞伎かな。レアリスクランク、歌舞伎の小型だわ。うん。五三川なら釣れるけど、ここは釣れんの。魚いないんだから。これでね、ブルギル取ったるわ。全員坊主や。俺60取りに来たんやろ。これハイプレッシャーすぎる。60を取りに来たんやろ。てか、まあ、深いラインのどっかそこにおるのかもしらんけど、本当に釣れないわ。はい、ゆうさん、うん、もうあと5分、あと5分でもう時間。どうするよ、岬の張り出し。えれえわ、これこれえれえぞ、これはえれえぞ。どこ投げても、で今ちょっと通行人の人と喋ったんだけど、今日どういう状況だったかっていうと、シャロー界隈が、壁界隈がほぼ全滅で、あそこの沖のね、岬の張り出しの先のこっちに10メーターラインがあるんですね。そこの10メーターラインの駆け上がりのとこに、まあ、やる気のあるバスがちょろっと 3,4 匹いて、ちょっと釣れたぐらいで、あと、4メーターラインで1匹2匹出たぐらいで、全体的にみんな坊主だと。でやる気のあるやつは全部深場の10メーターラインとかで、もう浅瀬シャロー界隈はゼロ、全滅。4メーターラインもほぼいない。岡っぱりの人全滅だって。全滅だねっていう状況。今日はだから10メーターラインのディープの釣りを仕掛けていけば、駆け上がり界隈、10メーター界隈ね。で俺はあのナビがないから、魚探がないから分かんなかったの。初めて来て坊主、ちょっとね、初めて来てこれは厳しいな。さすがにエリーぞ、さすがにエリー。イクスさん、これまあ最後の丹念にね、今4メートルライン食ったか、これ食ったか、根がかりやん重みを感じて、お前食ったか、ドキッとしたけど、お前根がかりでさえ、ただの、うん、食わない、岩に絡んどっただけ。 100% 食わない。まあこう打ったらね、10センチぐらいのブルーギルが食って引っかくるのが俺今日5回ぐらいあった、うん、さっきこんなおったしね、うん、それだけ。あいつはね、たまにいたずらしてくんだ。お前は1匹ブルーギル釣っただけだ。のんきだ、ドンキだな。えれえぞイルカは。えれえな。さすがに。リベンジしたいね。さすがにイルカはえれえぞ。イルカえれえから。いやだからシャローに刺してくる時期とか、うん、活性の高い位置。今日はディープにべったりだったって。うん、でやる気になるのがちょっといるぐらい。駆け上がりだけ。駆け上がり界隈だけ。どこにあるんかもわかんない。だいたいわかる。あそこの山の
武蔵の張り出しのあそこの、あそこエグレットとか。あ、そうか。あそこだけ。120メートルのとこあるんだろ、ここ。無駄ないな。じゃあ、キスは最後に。一発頼むわ。やりますよ。さん、ウがいっぱい襲撃しに来た。どこ？ここ、ここ。襲撃だ。狙っとるぞ、お前にシャットを。え？シャットを狙っとるわ。一回俺水中でウが追いかけてきたことあってさ、水中のルアーをウが襲いかかって釣れそうになったことあって、昔水中で。あいつロザンテで釣ったろうか。これは黄色いウだな。ロザンテ使ったら釣れるぞ、これ。釣ったらダメだ。ウーっつってフィッシュじゃなくて集まってきた、なんか。ウーっつって釣れるんだ。イルカはエレーぞ。ユウさん、でもこのラパラの動き見て、シャットラップ、シャットダンサー、シャットランプ、これやばいでしょ、この動き。すごいね、やっぱラパラは違うよ。全然物が違う、見えてる。ラパラ違う。泳ぎが。ラパラの泳ぎは。これやばいでしょ。ブルブル。ウォブリングが。ブルブルブル。これで食わないんだから、餌だよ、これ餌と一緒。ここで、どういう動きするかっていうと、シャットラップがな。うん、こうやって、魚が逃げる。もう魚にしか見えない、これ。うん、そうだよ。人間が見ても魚に見えない、これ。エイトトラップ。これ、なんで流行ってんの、これ、エイトトラップって。YouTube で見たことあるんだけど。釣れるんだよ、エイトトラップで。魚が逃げるよ、これ。スイッチが入る、スイッチ。すごいでしょ、ウォブリングが。このワームじゃ、このルアー、飛距離は出ないんだけど、動きがすごいやろ。ねえ。50年前からある名作だ。これも魚が逃げてるよね。こう逃げる魚を食うのよね。やっぱりバス、ね。ラパラを超えるルアーってないの？知ってる？うん、知らない。ラパラを超えるルアーはないんだよ。飛距離出ないじゃん、でも。いや、超えてないから、でも。めちゃくちゃ釣れるな。動きでは超えれない。これは釣れるな。すごいやろ、これ。これ超えるルアーあると思う？ない。まあ、エビするぐらいかな。ないないない。ウォブリングすごいな、マジで。もうすごいよ。このウォブリングが。これは超えれない。このルアーはすごい。感動する。タマちゃん、この子の不安も結構や。え、タマちゃん、タマちゃん、はい、若いですね、まだ。うん、何歳だろう、タマちゃん。今年迷ってきた。あ、今年来たばかり。タマちゃん、うち18歳の猫がいるから若いな、やっぱり。あ、危ない危ない、そこ危ないよ、タマちゃん。タマちゃん大丈夫。やっぱうちの子18歳や。あ、やっぱ若いな。若いよ。だって、うわ、大丈夫大丈夫。タマちゃん、タマちゃん、この子背中の模様がもう一つ、猫が。あ、ほんとだ。尻尾になる。タマ、タマちゃん、あ、あ、タマちゃん、こっちから見せて、ちょっと写真撮らせて。タマちゃん、うわあ、ほんとだ、あ、ほんとだ。ここ頭で、こうな、あ、大丈夫。あ、警戒されてる。大丈夫だよ。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。次回は釣るぞ。